ん、今日はどんな磁気プレイをご用意いただいたんでしょうか。はい、うんうん、今日はですねヘブ版情報局では初公開となる討伐任務にチャレンジしていただきたいと思っております。討伐任務頑張りますよ、はい、こちらどんな任務になるんでしょうか。これですね、はい、あの自由時間ですね。自由時間、今までずっと交流をお見せしてきたですね自由時間があるんですけれども、 そうですね、うんうん、そこで発生するバトル系の任務です。バトル系の任務、はいはいはい、ですので、はい、ぜひ実機を見ながらですね、はい、軽く解説もさせていただきながら楽しんでいただければと思っております、はい、お願いします、はい、お願いします。やっていきたいと思います。こちらは私は CBT ではちょっと挑戦させてもらったんですけど。そうですよね、マイカさんは、はい、もうこの番組では初出しですかね。初、はい、です。うんうん、うわ、討伐任務を受けてくれるのか。あさみさん、あさみさん、はい、はい、ぜひ引き受けていただいて、はい、うん、頑張ります。はい、アイボリーアイボリーアイボリースクープ、はい、このですね強敵を倒すための、うんうん、はい、討伐任務となります。頑張ります、うん、楽しみ。よしよし、うん、お、すごい、はい、こういう感じになるんですね。そうなんですよ、ここ探索していくんですけど、うんうん、まずはあの右上のですねマップをちょっとですねタップしていただくと、はいはいはい、これですねあの今だと、はい、まさにマップ全容が見えてるんですけれども、もともとはですねマップの全容がわからない状態からスタートとなります。なるほど。でこれですねマップをどんどん探索していくと、この左側にあるですね開放率というのがどんどん上がっていきまして、この開放率がすべて 100% になると強敵が出現するというところなので、まあ最初探索していただいてすべてのマップをですねはい見ていただければですねそこから強敵が出てくるというところなんですけど、まあ今日はですね天海さんにぜひ強敵と戦っていただきたいというところで、まあ、あの今日は初めから開放率は 100% の状態にはなっているんですけれども、はい、ぜひこのままですね進んでいただければと思います。わかりました。じゃあ右上を見させていきたいと思います。頑張ってください。頑張ります。わあ、ここのなんか空気感もいい、うんうんうん、コメントで聖地巡礼って書いてある。聖地巡礼拾う、ああこういう風にスキルとかも手に入れることが。そうなんですよ、ここをですねアイテムを拾っていくとですね、うん、はい、こういう形でですねあのそれぞれいい効果がありまして、これ3つ、はい、あの手に入れられますので、うん、だからボス戦行く前にこう全部こう道を開放することによってなんか準備も整うみたいな、うん、そうなんですよ、あの少しずつですね強い状態にしていただいて挑んでいただくと、うんうん、はい、どんどんになりますね。喋ってくれるのいいですよね。あ、チャンス来た。あれ、これはボスではなくてあれですよね。これはですね、はい、エンカウントしていく時。なるほど。じゃあこれはちょっとオートで行っちゃっても平気ですか、うん、はい、ちょっと私はボスのあれで、あの力をためようと思います。確かにね、ただなんか聞こえる仕様が ね、進化してるんですね。そうなんです、これゴールドホッパーといってですね、はいはいはい、かなり硬いです。いきます。あ、これあれだ、ゴールドホッパーってめちゃくちゃ経験値持ってるんですね。そうです、そうです。レアだよ、レア。ただとんでもなく硬いですという、これですね、まさかいきなりゴールドホッパーに当たるとは思ってた。持ってますね、持ってますね。そうだそうだ、あのキンキラのやつ。いやいや、そう、まさにそう、これは。もう硬いんだよ、硬い。いや、これは多分この引きはですね今見てるうちの開発陣も驚いているくらい。そのレベルですか。初手で、はい、全員レベルアップしました。あ、全員レベルアップ、嬉しい。すごい、さすが。ゴールのだらけありますね。持ってますね。いや、これはちょっとびっくりですね。いや、そんなそんな照れちゃいますよ。CBT のプレイした方でも知らない人いるんじゃないですか。そうですね、必ず出るわけではないので。出会えなかった気がする、確かに、はい、あとですね、これ、はい、こちら奥の方に進んでいただければですけれども、はい、あの右下にですね丸いメーターがあると思うんですけれども、これ今白なんですけれども、どんどん右に行って、あ、進んでいただくと黄色になって、で最後ですね赤になってくるというところで、これですとどんどんあのメーターの色が変わっていくと敵が出やすくなるというところで、やばいやばいみたいな、早く次のマップに行かなきゃそうだ感じで、はい、表示されております。なるほど、近づいてきてるぞみたいな。そうそう、お、来たー。
殊な通常というか、なるほど、うんうん、まさにそうですね。三体。よっこらしょっと。おー強い。お強い。いきなりブレイクした。やるじゃん。頑張れ頑張れ。このちっちゃい敵の動きがなんか可愛い。ドール。ちょっと凍ってきます。確かにちょっと早くしてるから動きが可愛いです。余計にとことかした。キャンさんもね、それぞれ結構デザインというか違いますもんね。スタジオのメンバー本当に頑張っていろんなのを出してくれる。本当今この瞬間もやってると思います。やっております。ありがとうございます。皆さん頑張ってください。よし、拾いました。はい、もうそろそろですね。あ、いた、なんかでかいのが。うおー、やっぱ違いますね。茹でたら美味しそうな。そういう目で見てるんですか、キャンさんのこと。甲殻類的な。足が食べれる。確かにちょっと足はね、うんうん、じゃあ、はい、やっていきたいと思います。ぜひ戦っていただければと。頑張ります。うんうん、でっかい。強そう強そう。いい BGM。 あ、この曲来るとなんかこう高まりますよ。ちなみにですね、はい、まあ、まだですね、引き続き、あ、音になっちゃった。はい、戦闘、はい、これですね、開発中ではあるんですけれども、まあ、先日もね、CBT のご意見を受けてですね、日々改善中ではあるんですけど、例えば、このキャラクターの上に、はい、ATK、ただアタッカーであったりとか、たまちゃんとかはヒーラーとかですね、役割がすぐに分かるようにですね、表情していたりとか、すごい、あとはですね、キャラクターの左下の方にトツとかザンとかダとかの属性が表示されているっていうのと、敵に対する弱点と耐性、なんで敵に対してダメージを与えやすいキャラクターとそうではないキャラクターが、まあ、一目瞭然というかすぐ分かるようにしていたりとかですね、はい、ちょっとこういった改善はまだ開発ではあるんですけれども、はい、引き続き皆さんに遊びやすいように作っておりますので、はい、この短期間で着々と進化しているというところですね。かなり CBT のこう皆さんの感想を受けて改善されてるんですね、うん、いや、すごいですよ。すごい、本当にたくさんの部分を。そうですね、まあ、本当にやっぱり、ね、多くのご意見をありがたいことにいただいて、まあ、全てはね、なかなかこうというところで言うと、はい、少しでもこう、ね、これをやったらいいんじゃないかなっていうところからこう順次対応、はい、しておりますが。なるほど。そんな中、天海さんがもう、ガチの、ガチの戦いを繰り広げております。ゲームを、はい、どんどん進めていただいております。やっぱ戦略考えるのもね、楽しいですよね。お、息です。あ、息下がりました。もう少しでブレイクできそう。ねえ、いい感じでいってるんじゃないですか。おお、強い。青い。その初めての方のためにブレイクとは何なんでしょうか。あ、こちらのブレイクは私が解説します。さすが。さすが。あれですよね、柿沼さん。そうですね、はい、我々DP というですね、ゲージがあって、そこをですね、削るとブレイクになって初めてその下のピンクのゲージを削れるというところで、ピンクまでいけるとですね、いいんですけど、そう、DP とかだとね、結構回復が、はい、されたりとかあるので、まあ、できるだけブレイクをさせて、その後のピンクを、はい、ガツッと削っていただくと最後敵を倒せると。わ、はい、これ強い攻撃かな。お、大丈夫。よし、これはたまちゃん、天海さんの真剣な表情が、多分大丈夫なはず。いけるはず、いけるはず。おー、また来た。でもさっき回復したから全然余裕だね。出るかを、ちゃんに変えてもう一回。で、この二人がこのアイボリースクーパーに対して、あ、相性が、ね、相性がいいので、やっぱ攻撃は回復しつつ、一番相性がいいキャラを使うのが効率的なのでね。ここは自分で打ちつつ、まあ、ルッカーが当たっていけるか、これでいこうかな。
これでどうでしょう。その調子だ。おりゃ。サイドブレイクですね。ブレイクをさせたターンは敵は攻撃してきませんので。うんうんうん、あ、なるほどなるほど。じゃあここは火力の方がいいのか。どうしよう。でもまあこのままの方が。逆に。みんな攻めて。面白いな、いろいろ考えられる。この深さのエンハンスがとても使えるんですよね。一気に攻めるで。あとですね、うんうん、良きタイミングであの右上のゲージですね、はいはい、これですね、オーバードライブゲージといってですね、はい、使ってもいいですか。はい、もちろんです。確かに行ったらすごいパワーアップしますからね。こうするとですね、はい、あのスキルポイントが溜まったり攻撃力が上がったり、あとですねこれ左側にボーナスって書いてあると思うんですけど、あの要はボーナスターンといいまして、まあ、このターンになるとあの敵は攻撃してきませんので。なるほど、はい、一番強い、はい、攻撃を。リカバー、リカバーじゃなくていいかな。攻撃してこないんですもんね、うん、そうですね、はい、だったらこれで攻め攻めだ、うん、行け、はい、行きます。見せてもらう。ある気にはさせへんぜ。おお、あ、スタン、うん、スタン入りましたね。また攻撃来ないですよね、これ次。そうですね、うん、じゃあ一回エンハンスを打ってもらいつつ、うんうん、あれかじゃなくて雪にします。雪の方が。ありがとうございます。ゆきちゃんの出番でございますよ。これが葵の力です。見せてもらうわ。私に任せな。すごい。おお、あとちょっと。じゃあもうここは打っていっちゃおう。行くぜ行くぜ。絶対これは使わせてもらうぜ。行けるぜ。どうでしょう。見せてもらうわ。ジュリはさせる。天海さんはね、お上手だから見てて楽しいですね。本当ですか。流れるような、うん、安心して。いやでももうこれもう終わるんじゃないですか、うん、じゃあこれはもうそろそろユキに決めてもらいましょう。ありがとうございます。ユキの見せ場。はい、いきます。いけ、いけるはず。よっしゃ、計算もバッチリ。はい、クリアできました。天海さんすごくないですか。なんか本当ですか。慣れてる。すごく綺麗。いや、なんか敵の引きといい、最後の終わらせ方といい。確かに華麗ですね。うまくいけました。最初レアなね、キャンサー出ましたから。はい、わー、ありがとうございました。いや楽しかった。楽しいな。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。